私はライザリンシュタート。ライザでいいよ。え？私が特別？ないない。私はなんてことない農家の娘で、錬金術師なだけだよ。さて、今日はどこへ冒険に行こうかな。早く行こう。クラウディアが呼んでるよ。なんか面白い素材でも見つかった？あ、これならかなりいい爆弾が作れそうね。待って、これって毒のある素材だよね。あれ、ただの料理？うわ、この色はまずいかも。ん？クラウディア？あ、違った。あ、あなたに会いたくないって意味じゃないからごめんごめん。どうしたの？何かあった？大丈夫、ドラゴンだろうが魔物だろうが全部私に任せて。私の使命？そんなのないよ。何気ない日常さえ守っていけたらそれでいいんだ。あれ、ここにはウニのなる木はないんだ。ウニって錬金術にとって大事な素材なんだ。あったらすごい道具を作れるんだけどな。この気孔ってやつ、内部の構造がかなり複雑なんだね。タオは興味ありそう。そういえばあなたって頑丈なんだね。レントと腕比べしても負けなさそう。すごい。お金ってとっても大事なものだよね。これさえあればいくらでも素材を買えるんだけど、なんなら錬金術でお金を。ってダメダメ。普通で平凡な日常、私はそういうなんてことない日々が好き。あ、でも冒険するのも楽しいよ。私冒険の方が好きかも。ん？もうやることがない？それなら私と一緒にクラウディアのところに行かない？のんびりするのもいいけど、早く一緒に冒険に行こうよ。ほらほら、早く。さっき買った素材、もうメールボックスに届いてるみたいね。さっさと見に行くわよ。タールタルだ。タルタル。なになに、何か面白いことでもあった？明けましておめでとう。何か雰囲気に合う飾りを用意した方がいいかな。あ、待って、考えるから。これとこれ、あとこれ、よし、混ぜて。できた、チョコレート今すぐクラウディアにあげよっと。外は雪も降ってるのに、ここは居心地のいい温度だね。不思議。あ、ひらめいた。錬金術で寒く感じない服を作っちゃおう。今度は何を調合しようかな。
今度は何を調合しようかな。あ、採取地調合器を持ってくればよかった。みんなにも私たちのところの風景を見せたかったな。この音は、クラウディアのフルートだ。この辺にいるのかな。はあ、生き返った。まさかここにも温泉があるなんて。ここの水、多分調合の素材にもできるはず。ちょっとだけ持って帰ろっと。クラウディア、背中流そっか。え、どうしたの？恥ずかしがっちゃって。パパッと解決しよう。来た。えい、当たれ。連射。それそれ、これでどう？すごいのが来るよ。うっ、えいっ。みんなごめん。大丈夫、次はもっとすごい道具を作ってくるから。ドカンってあいつらを吹き飛ばしてやるんだから。楽勝楽勝。だって私たちには錬金術があるんだからね。私たちいいコンビじゃない。次もよろしく。あれ、素材私に使ってくれた。ちょっとは成長できたかな。お父さんやお母さんにも見てほしいな。ん？これでまた大きく一歩前進。でもまだまだ足りないね。錬金術師の道は長いんだから。